小玉遥香 AKB 選抜入りもダンス下手で失笑され、どん底の過去出演者も思わずこれはひどい。元 HKT48 で女優の小玉遥香27が30日深夜放送のテレビ朝日系しくじり先生俺みたいになるな第4金曜深夜050に出演。アイドル時代のしくじりを語った。小玉は過剰な反省で自分を追い込みすぎ、ストレスで20キロ激太り&うつ状態で2年間休養した先生として登場。とにかく反省して頑張ってる自分が大好きって思う性格で、反省してる酔いしれる反省図杯になっていたんですという。そんな中、AKB48 真夏のサウンズグッドで HKT48 から唯一の選抜メンバー入りした小玉だが、ダンスが下手だとファンから失笑される事態に。スタジオでそのミュージックビデオが公開されると、出演者たちも、やばい、やばい、これはひどい、前の人の見て踊ってる感じ、と声を上げた。小玉は、自分の中に何も入ってなかったです。寝ないでやったら覚えてなかった。本当にダンスが苦手で、徹夜しても覚えられないんですね。そして、劇場デビューでセンターを飾った小玉は、デビューシングルでセンターを降板となった。毎日欠かさず書いていたという反省ノートには、私は本当に弱い人間、何もできやしない、このままじゃ今の自分、死ね。明日から生まれ変わるもん、私じゃない私にバーカ、と書き殴っていたことを明かした。1年半努力して成長してると思ったのに、センターを外れたことで、また自分の追い込みに拍車がかかり、どん底まで落ちていきました、と言い、100% 死のうとは思っていないんですけど、追い込むために書いてしまっていました、と話した。